3時を回りました。 FM802 チリンサンデー12月12日ワンツーワンツーの日曜日ですね。今日もどうぞよろしくお願いします。 FM802 はファンキー802スペシャルウィークスということで、もちろんこのチリンサンデーもスペシャルな内容でお届けして していくんですけれどもね、西田慎さんお疲れ様でございましたね。もうキングヌーが V6 6週連続1位をボーイで獲得していたんですけれども、ついに王座の座から陥落、今週1位になったのはマカロニ鉛筆となっておりましたけれどもね。でも来週は総決算なんでしょね、オセガン HOT100 総決算なんだけれども、裏ではチャート動いてると。じゃあもう2本立てみたいな感じですよこれ。忙しいですね来週もね、新さんねえ。今日もクマちゃんの可愛らしいパーカー着てらっしゃいますけど、グレートフルデッドのやつだ。ああおしゃれだな、可愛い。いやいやいや、そんな怒らないでください。押されちゃうよって怒らないでください。怒らない。新しくね、あ、新しく生まれ変わった感じがしますよね。本当に新西田新みたいなね。ありがとうございます。新さんお疲れ様でございました。さあ、ベイマージまでここからはチリンサンデー、この後6時まで生放送でお送りしていきます。よろしくお願いします。さて、そっか、タワレコード梅田大阪丸ビル店。ここから公開生放送とかもやってましたからね。1月19日に閉店するということでございます。そして僕落合源太郎が検索してたのはですね、矢沢ですね。やっぱね、昨日今日と大阪城ホールで矢沢永吉ライブ開催されております。タイトルは I'm back。 永吉ちゃん昨日僕行ってきましたけど、すごかったですね。 YZW さんからメッセージもいただきましたけれども、僕の席の目の前にいらっしゃったんですね。うわー、そうなんです。小賀拓磨くんというですね、アメリカの方でナスカードライバー、ナスカーっていうレーシングカーがあるんですけれども、そのナスカーの日本人唯一の、レーサーなんですが、まあ、彼ももう A ちゃん大好きで、もう何年ぐらい前から言ってるかな、ずっと言ってるんですよ彼と一緒に A ちゃんのライブは。で昨日も一緒に行ってきたんですけども、まさかそんな僕らの前に、しかも前です、いいな、ちょっとでも近くて、うん、見られてたと。そうですか。いやでもね、嬉しいですねこうやってね。72歳のスーパースターは今も健在でしたねと。声もしっかり出ていて、完全にオーディエンスはノックアウト状態でした。いやほんと、今日も行くの？今日も行ってんだ。じゃあもう会場だわ YZW さん、5時だから。あ、そう。あ、僕の分もしっかり楽しんできてください。そうですか。ありました。で、まあ、いろいろと新型コロナウイルス感染症対策についても、もう本当に今、いろんなライブで、ね、もう、ちゃんだけじゃなくて、本当に、すべてのライブで、みんなが守って一緒に作っていくという、そういうスタイルですが、A ちゃんのライブっていうのはね、もう始まる前から、もう昨日ももう白いスーツを着た人、土地だらけだったんですけど、A ちゃん A ちゃんという A ちゃんコールっていうのがもう名物だったんですけども、それもなし。だからエアー A ちゃんコール、ね、拍手で A ちゃんでこうやってやるんですよ。これ不思議なことにね、8000人ぐらいがやると A ちゃん A ちゃんに聞こえてくる。それで A ちゃんといえばバスタオルね、これも投げるの禁止、投げる禁止、ダメなの投げちゃう。今はタオル回したりとかするのよくない、飛沫とかね。でダメなんだけど、とりあえず俺も持ってったね。そしたらみんな持ってってた。でも投げない、肩からかけるだけ、うん、そんな感じでしょうけどもね。来年50周年だそうです、矢沢永吉。いきましょう。73歳でもロックンロール、昨日も吠えまくってました、ロックンロール。FM802 キリンサンデー、矢沢永吉、止まらない、はぁ、あ、はぁ、あ、永吉矢沢コンサートツアー2021 I'm back ロックは止まらない。12月15日から21日の日本武道館 4days 公演を含む矢沢永吉1年10ヶ月ぶりの全国ツアー開催決定。詳しくは矢沢永吉オフィシャルホームページまで。